こだわりました。みんなの悩みを解決する番組、どんな些細なことでも親切丁寧をもとにお答えします。まず一人目の相談者、ラジオネームは迷える観覧車。私は今歌手を目指してます、けど自分に自信が持てないんです。理由は単純明快です。歌がうまく歌えないんです。諦めろって言われても歌が好きって気持ちが支えるんです。誰かの力になりたくて、私の歌で今を変えたくて、だから今日も私はマイクを握り想いを歌う。少しでもこの想いが届きますように。いました。君の切なる強い思い届きました。ズバリきっぱりはっきりお伝えします。自分に自信なんていらないんです。それより大事なことは今の自分を誰かにアピールすること、今の自分を超えるための努力を惜しみなくためらうは続けること。むちゃくちゃかもしれないが、人は頑張る人を応援したくなるんだから、君は君のやり方で君を認める誰かと巡り合えばいい。例えばある人は歌で人を楽しませて、ある人は料理で人を喜ばせて、今の自分を超えるために最大限の自分を PR してるんだから、泣きたいこともあるだろう、うまくいかないなんて当たり前だろう、それでも今の自分を超えたい君にこの歌を。誰かを支えるメロディー、急いでもいい、歩いてもいい、自分のペースで進んでいい、迷わぬように眠れるように、今日もリクエストは止まないの。
はきっと終わるから悔いを残さずに今を生きてこう。いつかはきっと終わるから悔いを残さずに今を生きてこう。いつかはきっと終わるから悔いを残さずに今を生きてこう。いつかはきっと終わるから悔いを残さずに今を生きてこう。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 この番組は頑張るあなたに支えられお送りしました。